言ったかな。こんにちは。言った？こんばんは。あ、皆さんありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。こんばんは。今日は8時半からに10時までやろうと思ってます。ごはんちゃんこんばんは。こんばんは。ありがとう。なんかくるくるのマークになってあれなんですかね、止まりかけちゃうんですかね。ちょっといつも通報っていうのが出ちゃうので押さないようにしますね。あれですかね、タイムラインでコメント見てれば自分からこうスクロールしなくても名前来る、コメントが流れてくる感じですよね。なやまさんこんばんは。間に合った、ありがとうございます。そう、昨日がちょっと21時半からあの配信をしたんですけど、ちょっとトラブルが起きましてあんまり配信できなかったので、今日はたくさんできるかと思います。画質がゆめち、画質悪いですか？あれ、なんでだろう、なんか昨日あたりから結構画質が悪くなってしまって、どうしようかな、なんか後ろの画用紙が映らなくなっちゃった。大丈夫ですかね。そう、 Wi-Fi もしっかりポケット Wi-Fi でつないで、こっちの携帯の充電も多分大丈夫だと思うんですけど、またちょっと復活したら教えてください。こんばんは。そうやね、自動で流れる、あ、なるほどなるほど。じゃあタイムラインの表示で読ませてもらいます。じいさん、あのスマホ再起動しました。そう、昨日再起動したら治ったので、今日も一回ちょっとログアウトしてまたログインしてやったので、今回は大丈夫だと思います。ありがとうございます。通報したらどうなるんですかね。しないんですけど、したら大変になっちゃいますかね。こんばんは、今日もよろしくです。まるまるさん、よろしくお願いします。テロップ出てない。テロップ何がいいと思いますか。なんか自己紹介とかの方がいいんですかね。なんか結構年齢とかもテロップに入れてる方もいらっしゃるんですけどね、ここに書いてあるし、どうしようかなって思って、挨拶みたいな感じでいいんですかね。いい公演終わったところで開始とかタイミング、あ、今終わったんですね。あ、確かに8時6時からで8時半終わりでしたっけ。2時間半ってすごい長いですよね。ねえ、2時間半であんなに近くで見れるって本当にすごいと思います。あ、ニックネームそうですね、ニックネームがいいかな。こんばんは。ヤッピーさん、ハートありがとうございます。たくさん、あ、18時半スタートからの9時半、ん、8時半終わり、あ、2時間ですよね。普通のコンサートと同じぐらいってことなんですかね、2時間だと。それであんなに、見れるってすごいですよね。楽器はできないです。本当に楽器あんまりやったことがなくて、小学校の頃とかも本当にリコーダーとかしか、本当に必須科目しかやったことがないです、楽器は。ね、ピアノとかやってたらすごい女の子っぽくてやればよかったです。
そう、高校生の時もなぜか私選択科目で音楽を選んだんですよ。なんか歌が上手くなりたいなって思って選んだんですけど、ピアノとかなんかギターをちょっと科目にあって、ピアノの楽譜も読めないので私、なので先生にすごいテスト何回も挑戦したんですけどダメで、呆れられてダメでした。ちょっとピアノはやって小さい頃にやっておくべきですよね。公演終わったので来ました、ありがとうございます。すごい余韻があると思うのにこんな配信見てくださって嬉しいです。本当にこんちゃん、けんやさん、あー久しぶりです、ありがとうございます。バケット Wi-Fi2 階に置いて本物の Wi-Fi を3階まで届ける機能がそんなあるんですね。ポケット Wi-Fi も多分容量があるので今のところでも大丈夫そうです。18時半から、うんうんうん、衛星さんこんばんは。そうなんですよね、現場にいるとあっという間、そうですよね、なんかやっぱり曲が1曲5分とかでも本当に早く感じますよね、音楽聴いてると。私もなんか動画とかね、暇な時見てるとあっという間に1時間とか過ぎちゃうので、映像って早いですよね、音楽とか。あ、教師林さん、あ、なんだ、 K2 さんかな、 E 公演かな、そうですよね、劇場あっという間ですよね。ごはんちゃんのギターギターは本当になかなかやらないですよね。なんか授業の時はなんか楽譜ちょっとした楽譜の渡されて、このギターの弦の位置とかを少し覚えて先生の前で披露するっていうのをやりました。なんか私のうち姉が一時期ギターにハマってる時があったので、あったんですよ、なんか古いアコギみたいなのが、それで練習したのでピアノよりはマシだったんですけどピアノが本当にダメダメで泣きそうになりました、間違えちゃうので何回もやっても。エコパで握手会、あ、そうなんですか、結構静岡にも握手会で来てますよね SKE さん、ちょっと最近は分からなかったんですけど、あ、皆さん公演終わった後に見に来てくださって嬉しいです、ありがとうございます。あ、2月に、あ、2月なんですね、いや、もう来年だから、もう決まっていますよね。そっか、もう今年ももうあと1ヶ月で終わりですもんね、本当にあっという間すぎて。だって今日11月30日の明日から、ん、明日って31日でしたっけ、明日1日ですよね、もう早い、あと1ヶ月で本当に2018年終わっちゃいますね。なんか去年の今頃とか本当最近のことみたいな感じで鮮明に覚えてます。ヤッピーさん、ハートたくさんありがとうございます、本当に。 CN ファンさん、嬉しいです、ありがとうございます、本当にいつも。パトリックさんもハートたくさんありがとうございます、推薦コメント嬉しかったです。キョちゃんさんこんばんは、ありがとうございます。皆さん、オシリンが意識してたで、なんだろう、静岡のことですかね。なんだろうさんも花束ありがとうございますちょうどタイミング的になんだろうって言った時になりましたね。きっと2月の名古屋ドームの琥珀の終了後ライバル、
ライブ、あーなるほどなるほど、うん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 。明日から12月、毎年ねえ毎年私も言ってます、もう終わりみたいな。なんか小学校の頃とか本当に1ヶ月がめちゃくちゃ長かったんですけど、もう今となっては一瞬ですね。本当になんか小学校の頃もあんまり学校が好きじゃなかったので、早く夏休みにならないかなってすごい考えてたのを思い出します。8月とかですもんね、小学生って。うんうん、すごい長かったです。早く8月にならないかなってずっと思ってました、黒板見ながら。あ、皆さんありがとうございます、コメントやギフト。お星様もすごい投げてくださってありがたいです。あー、俺も学校好きじゃなかったね、一緒です。ダイさん、こちらこそありがとうございます、いつも。ふふ、雲のベランコさん、マカロン、なんだろうこれ、モンブラン、モンブランあるんですね。私ケーキの中でモンブランが1番か2番に好きです。秋だからですかね、かわいい、ありがとうございます。なんかクリスマスシーズンじゃないですか今、なので結構街中にケーキのチラシを見かけるんですよね。今年は何のケーキが来るかまだわからないです。結構母がいつもクリスマスケーキをなんかスーパーとかどっかで予約してくるので、今年は何でしょう。ごはんちゃんおむすび好き。おむすびも好きです、すごい。うん、ご飯だもんね。おむすびだとあれが好きです、梅か、あのすじこ、すじこのコンビニとかに売ってるあのおにぎりが好きです。中学の頃は嫌いやった。あ、中学って結構大変、一番大変な時期ですよね。なんか部活とかも始まって、なんか急に上下関係とかできるし楽しいけど大変ですよね。高校は青春って感じですよね。なるなるさんもハートありがとうございます、たくさん。サンタコスプレ可愛いですよね、サンタコスプレしてる女の子。結構クリスマスシーズンになるとアイドルさんがすごいみんなコスプレするじゃないですか、それを見るのが楽しみです。サンタは何歳まで信じた、サンタさんは小学校5、6年の時に、で本気で私信じてたんですね、小4ぐらいまでは信じたいと思ってて、で姉と一緒になんかクリスマスなんか 親とかっていう話をしてたんですよ、なんかそういう噂があるみたいな。ね、姉が冗談でどうする、押し入れにあったらみたいなこと言ったんですね。で2人でそんなことないよって言って見に行こうって言って見に行ったら、本当に2つクリスマスのラッピングしてある大きいショッパー袋が2つ本当に奥にあったんですよ。もうそれを見た瞬間静かに閉めました。結構ショックでした本当に、それは現実的で。ツナマヨも好きでした、
結構前まではなんかしょっぱいものが私結構好きなのね。うん。そうですね、爽やか静岡来たら食べてみてください。絶対美味しいです。なんか今いきなりステーキとかも流行ってるじゃないですか。ね、すごい行ってみたいんですけど、どうなんですかね。結構アイドルさんとかもなんか乗せてる方多いですよね。クリスマス嫌い街にはそうですよね、カップル多いですよね。学校楽しくて仕方なかった、いいな。中学もでき、おーいいな。でも中学ってそういうなんかみんな急にあれですよね、なんか好きな人とかでき始める時期ですよね。フライングサンタあった。やっぱ画質悪いですか。そうです、びっくりしました。ちょっとそのプレゼント見つけちゃった時は、だから本当に小学生の頃は、小低学年ぐらいの時はやっぱりサンタさん信じてるじゃないですか。だから本当にどうやって来るんだろうみたいな話をお父さんとかとしてたので、なんかこっち見守っててねみたいな。だから小6の時、小4かな、小4か小5ぐらいだと思います。ミヤヒーさんもハートたくさんありがとうございます。やっぱ混ざってるんですね。どうしようかな。なんか1日目は多分画質が結構いいって言ってもらえたので大丈夫だったはずなんですけど、今日の劇場公演でおしんが9期の静岡初心者、そうなんですか。誰のことだろう。結構静岡出身の方多いですよね。4人とか5人ぐらい多分いたと思います。すごいびっくりしました。気になる。でもなんか知ってくださってるんですね、そう候補生というかオーディション受けてる子たちのこと。皆さんギフトもたくさんありがとうございます。ファウストさん、お仕事お疲れ様。お疲れ様です。全然ありがとうございます。皆さんも今日金曜日ですからなんか心が楽ですよね、土日お休みって思うと。いきなりステーキはたまに行く。あ、なんか会員でランクがあるんですか。結構なんか指原さんとかも載せてた気がします。結構あと元モーニング娘。道毛さゆみさんもすごい私好きで、たまに SNS とかも見たことがあるんですけど、いきなりステーキ結構行ってましたね。静岡にもあるのかな、店舗なさそう。ねえ、画質なんでこうなっちゃったんだろう。静岡に何軒かできた、できたんですか。行きたいな。一人で行っても大丈夫ですかね、いきなりステーキって。なんか初めてのお店に一人で行くのって結構勇気がいますよね。
行けなさそう。ファミレスは行けます。ファミレスとカラオケも最近行き始めたんですけど、再起動すると治る。通信制限ではないと思うんですよ。あ、最初説明しとく。いきなりステーキですかね。一人カラオケ未経験、確かなかなか行かないですよね。なんか目的がないと行かないな。人からはまだ挑戦と、うーん。人から、あのワンカラっていうところあるじゃないですか。なんかレコーディング、なんていうんですかね、本当に完全個室のすごい狭いところのカラオケで、なんかマイクとかじゃなくて、ここに丸いスタンドマイクみたいなのがあって歌うみたいなところに1回だけ行ったことあるんですけど、あと椅子とテーブルで座りながら歌うみたいな感じのところに行ったんですけど、なんか隣の人の歌い声とか周りの歌い声がダダ漏れで、ね、ちょっと恥ずかしくなってしまってすぐ帰りましたね。あんまり歌わないで。あ、いきなりステーキ一人で来やすいのか。なるほどなるほど。あ、上高さん推薦コメントありがとうございます。嬉しいです。あ、そうです、レコーディングみたいな感じのワンカラだったかな。なんか昔一回行ったことがあります。隣の歌声はそうですよね、ちょっと私も下手な歌も聞こえちゃうのかなって思って恥ずかしくなりました。料理はしますか？料理はあまりしないです。授業でやったぐらいで、そんなに今はしないですね。推薦コメントってどうやってするの？推薦コメント、なんかホームに、私のホームに行くと皆さんしてくださってる方が何人かいらっしゃって、とやり方がちょっとわからない。ホームに行くとできるんですかね。すごい、あの通知が来るたびに嬉しくてじっくり読ませてもらってます。ごはんちゃんの SKE の曲で一番好きな曲、なんだろう。でもいろいろありますよね。劇場の曲もすごい好きなのが多いんですけど、でも最近、本当に最近だったら、あの無意識の色とかすごい好きです。あと K2 さんの、あの誰かの耳もうすごい感動します。歌詞が感動、でも可愛い系が大体好きです。営業もやってると一人だけ一人焼肉ランチとか、焼肉結構ハードル高いな。焼肉か、もうお腹すいた、食べたくなる。最近なんか油物がダメになってきて、昔はなんか焼肉とか食べ放題ですごい食べても大丈夫だったんですけど、なんか最近気持ち悪くなっちゃうんですよ。だからなんかお魚系にシフトおばあちゃんみたいになっちゃったんですけど、あのお刺身とかに、あのお寿司とかの方が好きです最近は。なんか名古屋の二次審査に行った時、受かったら絶対あのヤバトンに行って
ちょっといい感じの、あの味噌カツを食べようと思って決めてたんですよ。で、まあ無事こう受かることができて行ったんですけど、鉄板に乗ってるあの味噌カツを食べたんですけど、なんか途中でなんか胃がおかしくなっちゃって、気持ち悪くなっちゃって、コーラ追加してコーラと一緒に食べました。そうだからね、ちょっとおばちゃん化してきたので気をつけます。とっちゃんさん、はじめまして、おろしました、ありがとうございます。さっき言ったかな、あれがやっぱ画質悪いのか、再起動すると一回配信止まっちゃうんですかね、どうでしたっけどうだっけか、止まっちゃうのかな、あー止まっちゃうのか、どうしたらいいんだろうまるのか、って感じじゃなければちょっとこのままやろうかと思います。皆さんギフトも全然読めてなかったんですけど、たくさんありがとうございます。本当にだるまやお花たくさんありがとうございます。星も投げてくださってる方ありがたいです。無意識は MV や、そうなんです、 PV がすごい素敵ですよね、可愛いし、しかもなんか楽しい明るい感じが好きです。私はスタンドバイユー聞きました、感動しました。まだ若いのに本当そうですよねあでもその日は、その味噌カツを食べた日は、あのお昼食べないでそのオーディションに行っちゃったんですよ。そしたら意外と私早い時間にすぐ終わっちゃって、番号がやっぱ5番とかで早い番号だったの で結構待ったんですよ、その発表されて他の方が全員集まるまで。その時間がすごい何も食べ物を持ってきてなくて、本当にお腹が空いてちょっと周りの子と一緒にみんなでお腹空いたねっていう話をしてましたねで、お腹空きすぎて味噌カツ急に食べたら、多分空っぽの胃に油が入ったので気持ち悪くなっちゃったかも思います。12頃から焼肉しか食べない、鶏肉、それは大変だ。でも脂身がすごい苦手な子とかいますよね、もともと。私は結構小さい頃から脂身とかガツガツ食べる派だったのでそう、脂身食べれないっていう子がいた時に、そうなん、そんな子いるんだって 思ってました。でも今になってやっと分かってきた感じですそうですね、昨日みたいにならない限りは再起動しないで続けようかと思います。画質選択ってあるんですか、なんだろう、どこでやるんだろう、あ、これか、ビットレート、なんだ、
これちょっと一回押し、いけました。あ、よかった。今あのコメントで画質を、うん、あー治りました、よかった。どんぶり飯これですかね。一瞬は良くなったけど気が、やっぱりまたダメですかね。なんだろう、まあ、このままちょっとね、戻っちゃったみたいなのでこのまま行こうと思います。あ、戻っちゃったんですねそう、もぐもぐ配信、なんかタピオカ、家で作れるタピオカがあるんですよ。これを飲んでますそう、最近あのタピオカブームじゃないですか、すごく。いや、私も結構流行がついていけなきゃいけないタイプなので、ちょっと遅めにハマったんですよ、タピオカに。で、毎日飲んでたら結構な出費と、まあ、太ってくるので、ちょっと一回やめて業務スーパーでタピオカが売ってるっていうのを知ったので、なんか家で作れるタピオカをたまに飲んでます。うん、そう、炭水化物なんですよねタピオカって。なんかお芋を使ってるみたいなので、なんかお腹痛くなっちゃう方もいるみたいですそう、カロリー絶対高いですよね。だってミルクティーだけで結構200とかあるのかな、プラスタピオカだと結構いってますよね、ご飯1膳分とか。うん、そう、業務スーパーすごい安いんですよ。なんかチンしてタピオカ溶かして、それに牛乳入れるだけでなんかこれになるので、おすすめですそう、すごい並んでるんですよね、どこも。なんか静岡でも結構並んでるから、東京とかね、名古屋とか都心になったらもうすごいんじゃないんですかね。うん結構お腹空くので、今日はタピオカにしましたあー、お店もやっぱりこういう感じでやってるんですかね。でも本当いろんなお店が出てますよね今。美味しい本当に。コロリンさん、タコありがとうございます。ミヤヒーさん、モンブランありがとうございます。セブンのタピオカ、あ、セブンのなんかあれですかね、カップのやつですよね。私も飲んだことあります。確かにタピオカのお店って、あの駅とかそういうとこにしかないですよね。うーん花ぴょんさん、はアイスありがとうございますふふ肺に入りそう。あー、この飲み込んじゃうってことなんですかね。でも私噛むのがすごい好きなので、
あ、なんか食感がある食べ物がすごい好きです。なんかじゃがりことかそういうなんか食感があるもの、タコとかなんかボリボリするのがすごい好きです。うん、お腹が。パッシーさんこんばんは、はじめまして。はじめましてじゃないかな、よろしくお願いします。もざってる。うーん、なんで寝ろ。あー、5位になったんですか、ありがとうございます。本当に皆さんコメントやギフトやフォローもしてくださってる方が多くて本当にありがたいです。ありがとうございます。本当にアメは我慢できずに途中で噛んで、あ、わかります。なんかみかんのアメとかってずっと舐めてるとなんか下べらがこうザラザラするじゃないですか。なのであんまりみかん系とかアメはあんまり食べないんですけど、龍角散はすごい食べます。お腹が鳴る。イナッピーさんもモンブランありがとうございます。カナピョンさんもハート5個もありがとうございます。何歳ですか、19歳です。エントリーナンバー5番で、あのご飯ちゃんって呼んでもらっています。年齢が19歳で、出身と生まれが出身が静岡で育ちも静岡です。カラオケは本当に全然行かないんですよ私。こないだ一人カラオケ行ったのはちょっと練習してみようかなっていう気持ちで行ったので、それまでは本当にカラオケが苦手すぎて友達とかカラオケ行こうって言われてもあんまり行きたくなかったです。なんかうーん身近な人の前で歌う方が緊張しません？わかんないけど、あ、テロップにナンバーと名前書いた方がいいかも。え、結構悪いんですね画質やっぱり。何にしようかな。ちょっとテロップを書きます。よし、できましたかね、テロップ。あれ？出てない？出ました？あ、結構か。SK、あ、できてない。なんでだろう。ちょっと待ってください。出てないね。やっぱり一回切ろうかな。
け。あ、なるほどなるほど。ちょっと待って、絵文字が使えん、絵文字が使えないんですね。できました。あ、できました。こんな感じで大丈夫ですかね。ポケット Wi-Fi だと、ちょっと一回じゃあ切ろうかな。一回ちょっと一回1分離れます。できない、なんでだろう。でも全然容量があるんですよ、ポケット Wi-Fi の。そう、なんかこういうの使ってるんですけど、どうですか。ちょっと今再起動してみたんですけど、Wi-Fi の方を。いけたかな。どうですか。窓の横に置いてみて。窓の横。変わらないのか。なるほどなるほど。このはい、まあ、このままやります。ちょっと原因を検索してみますね。今日配信終わったら続けます。そう、今日はあの趣味のお話とかをしたいなって思って、この画用紙に私の趣味を書いてきたんですけど、趣味というか好きなことを書いたんですけど、見えないですよね、この紙が。見えますか。見えますかね、この字が。見えない。見えないのか。そんなに。なるほどなるほど。見えないのか。じゃあちょっとお話します。好きなことがアイドルや可愛い女の子を見ることと、あとメイクとかコスメがすごい好きです。研究するのが好きですね。見えないのかな。止まってるなとか。家電店で無線ラルーダー、そう、メイクすごい好きで、あ、画像を動かさなければどうですか。見えますかね。で、そうなんです、お笑いも好きで、で好きなんですけど、そんなに詳しくはないけれど、少し好きなことがお笑いと、あとなんていうんですかね、オカルト系というか、なんか宇宙とかなんかそういう不思議系の話とかがすごい好きです。あとボカロ曲も好きなので、もし皆さんでも好きな方がいたらお話ししたいなと思って書いたんですけど画面いっぱいくらいに近づけたら見える。
そう、都市伝説とかも好きなんですよ。都市伝説というか、なんて言うんだろうな、なんか前世の話とか生まれ変わりの話とか、 UFO とかも好きです。なんかそういうネットあるじゃないですか、あの不思議系ネットみたいな、そういうのを見てますよく。あ、見えました、よかった。ミクさんのライブ行った、あ、そうなんですね、すごい曲いいですよね、ボーカロイドって。本当にいろんなジャンルの曲があるから。ボカロはマグネットって曲が、あー知ってます。レリーゴーってやつでしたっけ。違うかな。エゴちゃん、マネキケちゃんの、あーそうなんですか。マネキケちゃんさんもすごい歌上手ですよね。ホラー系はちょっと苦手です、私。思い出すので一人いるときに。お腹なの、ね、そうだね。でもお笑いもたまに見るとすごい面白いですよね。お腹めっちゃ聞こえた。そう、すごい毎回鳴ってるので。恥ずかしい。最近の曲、私も最近全然わかんないですね。でも有名な曲しかわからないんですけど、本当にいいジャンルもたくさんあって、いい曲ばっかりですよね。初音ミクさん誕生日、すごい。誕生日、初音ミクさんっていつですか。3月9日とかなんですかね、ミクだから。違うのかな。笑い芸人は、でも最近なんか YouTube とかで見て面白いと思うのは、あのシソンヌさんとラバーガールさんとか、あと3人組のお笑いの方も結構好きです。あのジャングルポケットさんとか。さすがご飯ちゃん。お腹鳴ってるからご飯ですよね。そう、お腹、ご飯若干食べたんですけど、なんか食べた後も結構私鳴るので、消化音とかだと思います。そうなんです。マネキケちゃんの千愛ちゃん卒業しちゃいましたよね。すごい感動しますよね、あの歌声。でも皆さん本当に可愛いですよね。ユーマとかが好きなのかな。なんて言うんだろうな、なんかそういう系、なんて言うんだろうな、まとめサイトとか見て、あの不思議ネットっていうのを見ると、なんか違う世界だから、なんかワクワクします。なんか現実逃避できるというか。なんか夢がありますよね。漫画はあんまり全然見ないです。なんか一巻一個の話だけ見たことがあるんですけど、アニメは結構好きです。8月31日なんですね。なるほど、初音ミクちゃんの誕生日ですかね。3月9日確かに。あ、8月31なんですね、ありがとうございます。なんで8月31なんですか。誕生した日っていうことなんですかね。かなぴょんちゃん、かなぴょんさん
アイス5個ありがとうございます。タピオカ食べてで。あ、マネーキの武道館いた、武道館でライブされたみたいですよね。すごいですよね、マネキのミオちゃんが。黄色の方ですよね。シソンヌ今日から俺はに出てる人、どうなんですかね。わかんないけど、あの深夜の番組でやってた出産のネタとか好きです。あの絶対に七夕に赤ちゃんを産みたいっていうネタなんですけど、すごい面白いですあれ。よく見えないけど色白っぽい。そう、画質がちょっと今日悪くて、今までは大丈夫だったんですけど、なんか昨日ぐらいから調子が悪くて見えづらくて申し訳ないです。スキーさんの衣装でどれが一番好き？どれだろう、いっぱいありますよね。ちょっとシンプルで可愛い、しっかりとした生地のものが好きです。なんだろうな、シングル曲ですかね、衣装って言ったら。なんだろう、コケティッシュ渋滞中のちょっと制服でここにたくさんついてるのもすごい可愛いです。無意識の色のあのスカートもすごい、どういう生地なんだろうって気になる。可愛いですよねあれ。名前がミクで3月9日生まれって頭の回転が。なるほど。ミクの日みたいな、いい肉の日とかそういう感じでちょっと考えちゃいました。小さい頃テレビで宇宙人の番組見て怖すぎて何週間ずっと怖く、トラウマになるやつですよね。なんかテレビで宇宙人になんか体の中を改造されたとか、なんか妊娠させられたとか、なんかそういうのもありますよね、外国の方で。そういうの怖いですよね。本当なのかなっていうワクワク感もあり、怖さもありますよね。ああ、そう、衣装12月のカンガルー、あれ可愛いです。皆さん色も違いますもんね。あれ可愛いですよね、マフラーしてて。洋服のブランド、好きな洋服のブランド、でもそんなにここっていうのはあんまりなくて、なんか可愛かったら買うっていう感じです。でもなんか綺麗めだけど可愛い感じが好きかもです。ポケティッシュ可愛いですよね。キスだって左利きの衣装、あのホワイトのワンピースのかな。あれ怖い、あんな怖いですよね、あの宇宙人。お腹がすごい鳴る。
前のめりと片思いファイナリー、あー片思いファイナリーの衣装私も好きです。あのちょっと演じっぽい衣装すごい綺麗ですよね。うん、12月のカンガルー友達に踊ってって言われて、あー私も高校1年生の時か2年の時だと思うんですけど、友達が踊れる子いました。んあセーラー服、あーあれ可愛いですよね。うーん、あー未来とあの衣装も羽可愛いです。ごまたごたくまさんアイスありがとうございます。大体一つのシングルで二つある。あー衣装ですよね。窓際ラバーあんまり聞いたことないかもです。知らないです。ちょっと聞いてみますね。なんか YouTube とかに載ってますかね。窓際ってものか、うんうん、あー狼とプライド大好きでした。衣装も可愛いですよねあれ。うん懐かしい。あれでパレオと片思いは踊れるけど12月のガンガル難しそうですよね。そうダンス審査もどういう感じになるのかちょっと今から不安です。何の曲になるのかな、どうなんですかね。え、スキーさんの曲ですよね多分。なんか今までの感じからいくと、成人式の髪型がまだ決まってないんですよ。ね、そろそろ決めないといけない時期なんですけど。どうしよう。でも黒髪でちょっと和風っぽい感じにしようかなって思ってます。詩人だったらどうする。詩人ならちょっと振りコピーできる気がするけど難しいですよね。エスケープは難しい。パレオなんか去年パレオだったですかね。なんかメンバーさんのブログで見たような気がするんですけど違うかな。うーん、フィンランドミラクルには真夏さんのイメージ可愛いんですよね。あの曲もエスケープだとやばな、やばいですよ。多分その場で覚える感じになるんですかね。はっ、ハッキーはパレオだったんですね。やっぱ代表曲が可能性高いのかな。うーん、矢作さんが唯一踊れる曲パレオのことかな。代表曲、うーん、代表曲ってやっぱりパレオはエメラルドなんですかね。どうなんですか。でもなんか最近の曲のような気もするけど、うーん、パーティー、パーティーが始まるよですかね。おきらき
あ、代表曲ですよね。意外にマンゴー、意外にマンゴー、なんかドラフト3期がそうだったんでしたっけ。同じ曲もあるのかな、どうなんだろう。あ、紅白で披露したから、なるほど。意外にマンゴーやっぱりかな、なるほどなるほど。これロマンスが早すぎる。パレオですよね。ちょっといろいろ予想して早めに覚えようと思います。あと30分ぐらい配信するので見てくださると嬉しいです。賛成かわいい、あーかわいい、あれシングル全部それなんですよね。覚えていけば大丈夫そうなんですよね。覚えます。いきなりパンチラインとかだったらすごい難しそうですよね。表情とかどうすればいいのか分かんなくなっちゃいそう。ヤッピーさん、モンブランありがとうございます。基本的な動作と表現、なるほど。でもやっぱり表情とか大事ですよね、きっと。衣装図鑑持ってないんですよ。 AKB さんに続き出たんですよね最近。しのぶさんなんですよね全部。あんな可愛い衣装、何百着も作って、本当にデザインとかよく思い浮かびますよね、プロの方だから。バンザイヴィーナス、なるほど。パニックなず落ち着いてれば大丈夫そうなんですね。そう、私ダンスで前落ちちゃった時は本当にパニックっちゃって多分全然テンポずれてたと思います。あともうどこ見たらいいか本当に分からなくて、ひたすら画面の自分、画面鏡の自分を見てやっちゃって、審査員さんの顔とかも一切見れずに踊っちゃったので本当に後悔しました。美しい稲妻、美しい稲妻は難しそうですね色気頑張ります。ダンス審査って即興で披露な、昔は多分そうだったので、今はどうなんでしょうね。どんちゃんさんこんにちは。しのぶさんのサインもらった、なんかイベントとかあるのかな、あったんですかね。あー強き者よ、10周年で会えてみたいな感じであるのかな。衣装倉庫があるらしい、すごそう、数がすごそうですよね。絶対探すのも大変ですよね。菅奈々子さん、雲のベロンコさん頑張ります、ありがとうございます。しゅんさんこんばんは、こんばんは。当時より度胸ついてる、ついてるはずですやっぱりショールーム、まあ、今期間こういう風にやってやらせてもらって、結構なんて言うんだろうな、やっぱり順位も出ますし、
構見てくださる方もいるのですごい気にしちゃうところがあるんですけど、私でもやっぱり大事なのは本番だと思うので、あんまりそうなんていうんですかね、気を紛れずそこをしっかり見て頑張ります。ゴナジャンプって何ですか？何だろう。即興で披露なら上手そうやね、笑顔で。頑張ります、笑顔で。ドキドキします、もう今から。やっぱ、人生変わりますもんね、一日で。なんか多分受験より緊張すると思います高校受験とかそういうレベルなので、私の中では重大さが。就職試験的な感じだと思います、感覚的には。あー、お仕事お疲れ様です。壁あっちさんありがとうございます、お仕事帰りに。コロニーさん、だるまたくさんありがとうございます。昔の曲に詳しいんだね。でも今の曲がちょっと勉強中なので、高校受験は緊張しなかったり。でも割と緊張しましたね。やっぱり面接は緊張しました。あの集団面接すごい怖かったです、あの高校の、てっちゃんさんもだるまありがとうございます。皆さんギフトもたくさん、コメントもありがとうございます。星も投げてくださって、そうですね。ゴナジャンプ AKB のカップリングで、なるほど。ちょっと調べます。ゴナジャンプと窓際。画面もすればよかった。窓際のなんとかですね。ミヤヒーさんありがとうございます。そんな嬉しい。ごはんちゃんが受かって、私もジャッキー受けようか。一緒になりたいんですね。まだ高校生でしたっけ。すごい、これから全然いけますよね、年齢的にも。窓際ラバありがとうございます。窓際ラバありがとうございます、覚えましたなるほど。でも本当にこうやって配信してコメントしてくださる方がいるので、毎日楽しくできているので、あと今日で4日目、4日目なんですけど、残りの少しの間も楽しんでいただけるように、私自身が楽しんで配信していきたいと思います。1月から実習、大変ですよね。スキーさん、あまり好きしかないですか、魅力教えてください。いや、私は SKE さんの
パフォーマンスが本当に大好きです。やっぱり一体感とかが本当に全然違うので、なんか見てて本当にパワーをもらえるし勇気をもらえるので、もう本当に揃ってるし、私もそういうパフォーマンスがしたいです。公式の前のプロ、赤お衣装似合いそう、初めて言われた。すごい薄い感じですよね、私のプロフィール。色味がない顔に。そうですね、楽しいのが一番ですよね。ちょっと皆さんと楽しめるように頑張ります。ライブ楽しいですよね。ミラピーさんありがとうございます。そう、私 iPhone なんですよ。ちょっとこれからもこの画質だとあんまり伸びないですよね。どうしようかな。明日はちょっと最初に携帯を再起動した方がいいんですかね。アプリをちょっと再起動したんですけど、プロフィール写真ともいいようで悪いような感じですよね。ちょっと写真も動画も頑張ります。SK といったらライブ、やっぱり再起動すると違うんですかね、 Wi-Fi のこの電波の問題とかって。そう、初日と2日目は結構高画質で配信できてたので、急にちょっと昨日から夢地画質になってしまってねえ、ちょっとあと残り数日しかないので見づらいですよね。あ、道毛さんのバスツアー浜松、そうですよね、私も何かで見て、あ、静岡に来るんだって思ったんですよ。そう、道毛さん可愛いですよね。ちょっと他のグループになっちゃうんですけど、一回ライブ見に行ったんですよ、ソロライブ。天使のような可愛さでした。本当に可愛かった天使。ごはんちゃんこんばんは、また来ました、ありがとうございます。ひろぽんさん久しぶりです。明日は、明日も今日と一緒で20時半から配信しようと思ってます。そう、土日でせっかくお昼から配信していい時間帯なんですけど、ちょっとお休みじゃないのでできないんですよ、悔しい。そうなんですよね、初日は大丈夫だったんですけど、なんですかね原因は。そう、覚えました、皆さんが教えてくださったので。夢地配信ちょっとあんまりでも失礼なので使わないようにします。可愛いですよね。皆さんのおすすめのアイドルさんをぜひ教えてほしいです。私なんか全然まだあの世間に知られてないっていうか、
名前が出てない子とかでもいいので、結構可愛い子とか新たに発見するのがすごい好きなので、推しかぶりとかしてたら嬉しいです。本当に話したい。岡田美久さん、鳥かご、あ、チームシャチホコさん、なるほど。ソーダサリーナさん、井上瑠香さん、大谷さん可愛いですよね。大谷優希さんかな。すごいタイプです顔。熊崎遥さんもすごい可愛いです。三島、スシドルさんとかもあるんですね。あ、声優の畑沙織さん、声優さんなんですね。今声優さんも最近本当に可愛い、アイドルさんと同じぐらい可愛いですよね。もうステージとかもやってる方が多いですし、レベルが高いですよね。あ、山崎さん、長男さんとイコラブの人、わかります。長男舞さんめちゃくちゃ可愛い、可愛いですよね。ちょっと熱が入りすぎると声が太くなるので。あ、斉藤飛鳥さんも可愛いですよね。てっちゃんさん、だるまたくさんありがとうございます。大場美奈さんもめちゃくちゃ可愛いです。すごい好きです。48グループさんの推し、私始まりはAKB さんだったんですよ。その時はまゆゆさんでした。渡辺まゆさん、渡り廊下走り隊がすごい好きでしたね。昔のアイドルさんとかも教えてほしいです。あ、仮面女子さん、SK の誰推しですか。結構いろいろ、いろんなジャンルで好きです。大場美奈さんとかも好きですし、斉藤真希子さんもすごい素敵ですし、日高さんも好きです。そうなんですよね、長男舞さんでも今も活躍されてて可愛いですよね。そう、初恋ダッシュ買いました。 CD 小学生か中小学生かな。あー、ラブドルの太田リオナさん、 NMB の方ですよね。元すごい上手ですよね、歌が上手くて。あー、にじまさんも曲が素晴らしい。チュリさんのバスツアー行ってきました。バスツアーとかされてるんですね、楽しそう、いいな。ヤハギさん、お姉妹すごい可愛い。ワロタのイベント、あ、ちょっと流れちゃった。高橋由美子さん、ちょっと聞いたことないです。見ればわかるかな。お披露目の憧れの先輩かね。そうなんですか、一人なんですかね。絞れないですよね、そうなると。メイビーミーとベリー、あ、ベリベリさん、わかんないかもね。あと10分、
あっという間です。ありがとうございます。教えてくれて。早いですね。野山さん、ハートたくさんありがとうございます。ももこ組カンパニーちゃん、あー、ビッシュバックの事務所の方でしたっけ、違うかな。イナッピーさん嬉しいです。頑張ります。ちょっと画質が本当に荒くてすいません。あー、乃木坂さん4期ね、もうすぐお披露目したんでしたっけ、もうすぐなんでしたっけね、楽しみですね。直丸さんもありがとうございます。モンブラン、あ、高橋美子さん45歳、結構じゃあ昔のアイドルさんなんですかね、有名な。そうなん、あ、SK7 期の太田彩香さんの、そうなんですね、ちょっと知らなかったです。結構姉妹で48グループに入ってる方結構多いんですね。あ、小泉今日子さん、広末涼子さん、今もすごい有名ですよね。NGT さんはそこまでなんですけど、山口真帆さんとか本当に可愛いです。本当に憧れ、美貌ですよね。明日と明後日配信やる予定です。でも両方とも今日と同じ20時30分からやるので、ぜひ皆さんフォローしてくださると嬉しいです。ちょっと画質も高画質になるようにちょっと原因を調べてみます。松浦彩さん、あー懐かしい。かなぴょんさん、花束ありがとうございます。黒柳さん、お仕事頑張って、頑張ります、ありがとうございます。ちょっともう21時55分になっちゃったので、ランキングを本当にありがたいね、すみませてもらいます。本当に皆さんありがとうございました。結構4日間やってて何回も来てくださる方もいらっしゃって、本当に嬉しいです。13位から13位、ニーギーのハイジさん、12位、ビッグボスさん、11位、セナさん、10位野山さん、9位コジシズさん、8位、あー忘れちゃった名前、じいさんって呼んでいいですか、じいさんありがとうございます。7位ヤッスーさん、6位ヒッシーさん、5位ミヤッヒーさん、4位コロリンさん、3位イナッピーさん、2位ダイさん、1位ヤッピーさん、皆さんありがとうございます。本当にあん、キーザヤさんか、画質やっぱりボロボロでしたよね、こんな画質の中コメントくださったり、すごい見てくださってる方本当にありがとうございます。あと3分なのでもうすぐ終わろうと思います。ありがとうございます。Wi-Fi 本当にどうなんですかね、ちゃんとつながってて、このスマホの左上にある Wi-Fi のマークもしっかり、あの3個で一番強いのになってるんですね。でこっちのポケット Wi-Fi の容量もまだ全然
4分の1ぐらいしか行ってないので大丈夫のはずなんですけど、ありがとうございました皆さん。じゃあ明日もぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。おやすみなさい。